はい、本日はですね、こちらいよいよルイスレザーが届きましたのでご紹介していきたいなというふうに思います。いや、僕がですね、今まで買った洋服の中で一番高い、なんでってこのレザージャケットなんと20万もするんよということでね、このジャケットってパッて見てもらったらね、いやただのレザージャケットですやんと、これの何がええのと思う方もいらっしゃるかもしれないですけどね、僕たちバイカーにとってはですね、やっぱり伝説的なジャケットなわけなんですよね。いつから僕がバイカーになったかというと、つい最近やからね、エセバイカーにもなってるんですけども、同じバイカーとして言わせてもらうと、やっぱ伝説的なジャケット、もしくはロックが好きな方やったらね、音楽から入ったよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱりバイクといえばこれっしょ、ルイスレザーということでね、これ作ったのがね、つい3ヶ月4ヶ月5ヶ月、今年の3月なんですよ。だから5ヶ月ぐらい前かなに作ったんですけど、その頃はね、全然バイクの免許を持ってへんかったからエセバイカーやったんですけど、今はもうちゃんとバイクの免許を持ってますので、ご安心くださいということで、バイカーのね仲間入りしたんですが、何を言いたいかというと、このルイスレザーが届いたので、もうほんまサクッと紹介していきたいなと思います。なので今日の流れとしてはですね、こんだけ離れた距離から見てもらうんじゃなくて、もっと近い距離で皆さんに見ていただいて、その後に僕が着用しておしまいということでね、別に特徴言うつもりもないし、デメリット言うつもりもない、ただただご報告動画、届きましたよというご報告動画になってますので、そんな感じでいきたいなと思いますので、まずはアップいきましょうか。はいはい、皆さんお待たせしました、これがルイスレザーですよ。まず見ていきましょうか。革の質感とか見ていきましょうか。これがね、一応シープのなんかちょっと変わったシープの、ね、やつです。普通のシープじゃなくて、ちょっとワンランク上のシープの、やつやったと思います。何がワンランク上なのというと、比較的ね、こういうボコボコした脂肪が少ないんですよ。シープの割には少ない方で、もう一個のシープは結構ボコボコしたのが多いんですけど、ボコボコしたやつもいいんですけど、こうやってねつるんとしてる方が、ちょっと綺麗めに着れるじゃないですか。だからただでさえレザージャケットってこう男っぽいのに、ボコボコしたやつあったらもっと男っぽくなっちゃうから、僕ちょっと着こなされへんなと思って、こういうつるんとした方のシープにしました。そして中はですね、これイギリスで作られてるから、これイギリス人が書いた字なのかな、ちょっとわからないけど、こんなことが書いてあって、なんて書いてるかはわからんけど、キュッてある。でサイズがね、僕42です。比較的レザージャケットにしては大きいと思いますけども、後で着用動画見てもらうんですがね、僕肩があんま合わないんですよ。だからワンサイズもしくは2サイズ上、最初は38ちゃいますかって言われたんですけど、その次40着てみてもちょっとちっちゃかったし、で42やったらいいなっていうことで42にしました。そしてこの裏生地、インナーの方はですね、ピュッと開けていきましょうか。ズドーンとこんな感じなんですね。これがイギリスっぽいですね。いかにもイギリスっぽい裏地になってて、若干なんていうんですか、ウールっぽさがあるんかな。レザーってね、冬場着たりするもんやから、ちょっとウールっぽさがあったりするけど、これ今最近新しいやつもあるらしいです。千鳥柄もね、あったりするらしくて、おいおい、そんなもあるんかいと思ったんですけど、まず一着目やね。いかにもイギリスっぽい感じでいいじゃないですか。ほんでね、袖の裏側はね、こんな感じの、なんていうんやろうな、スーツの裏生地みたいなのが入ってるんですよね。このまた色もブラウンというか、なんていうんやろうな、ワインレッドというか、こじゃれた色してますよね。これがね、表側になってますわ。じゃあ裏返していきましょうか。生地はね、見てもらった感じでもう柔らかいんですよ。めちゃくちゃ柔らかいから、レザーの昔のレザーってガチゴチレザーやったけど、これはねそんなことなくて、新品の状態からねめちゃくちゃ柔らかいので、後で着用動画見てもらいますけども、そんな感じですわ。で後ろが、こういう感じですね。バックスタイルがこの肩のとこにヨークがガツンと入ってるような感じで、あとはシンプルで、後ろ側にね、僕はこういうアクセサリーというかベルトが来るようにしてるので、後ろにねこうやってベルトが来てますわ。ちょっとこういう風に何やろ、トゥルンとなってるんやね。まっすぐピシュッとなってるんじゃなくて、トゥルンとなってる感じですわね。はい、ということでね、イギリスから送られてきたジャケットなんですけども、いや能書きはええと、分かったと、もうこのそのアップ映像とかええから、とりあえず着てみろと、着てみやのお前分からんやないかっていう方も声がね聞こえてきてましたので、じゃあ着ていきましょう。でもやっぱり結構重たいですね。やっぱレザージャケットやから当たり前やけども。おいおいおい、激渋やないかい、これだいぶ。どんな感じなんやろう。映像的にちょっと僕はあんまはっきりちゃんと見えてないんですけど、もうほんま袖とかもぴったりですよね。42って結構長いって言われるんですけど、僕比較的ね、ほんまいつもやらせてもらってるんですけど、腕長めでね、やらせていただいて、この早32年経ってるんですけど、そのおかげかしてね、イギリスサイズの42で全然、ジャスト。で、前持ってきたらちょっと足りひんかな、みたいな。ちょっとバイク乗るじゃないですか、僕ね。だからバイク乗った時ちょっと足りひんかなとかって思って、今はまだバイクはないんですけど、いずれバイク乗るって考えた時ちょっと足りひんかなっていう感じはするけど、この辺は許容範囲でしょう。グローブつけるからね、ちょっとグローブつけてみようか。このね、黄色のグローブつけるわけですよ。黒のレザーに黄色のグローブってまた映えるでしょ。でこういう感じで金髪やろうってなったらね、いい感じの色合いですね。いいね。もしかしたらね、街中でこんな感じで僕バイクに乗ってるかもしれません。今はまだバイクないけどね、バイク買ったらの話。いやいかがですか、サイズ
造ほんまぴったりですね。肩とかもうほんまにぴったり。これ以上ちっちゃかったらちょっともう前いかへんけども、まあ、42でぴったり。ちょっと前閉めましょうか。すいません、ルイスレザー着てるのに半ズボンしちゃってね、全然変な格好してますが、まあまあお許しくださいと。別にこれは参考なるレビューじゃなくてね、僕の自己満動画となっておりますので、ちょっとお許しください、許してくださいねなんていう。ちょっとこの辺にポケットつけてほしいよね。ピュッてこうポケットに手突っ込みたいけど、まあこういう感じか。ちょっとこういう感じで缶コーヒー飲んで、これ上まで閉めたらどんな感じかね。ちょっとマイク音入りませんけどね。ちょっと上まで閉めますわ。全然見えれへん。まあちょっとどうなってるかね、僕今映像で見えてないんでわからないんですけども、まあまあまだ新品やから、ここからどんどん慣れていっていろいろ出てくると思いますが、ほんまにね、そのシープのやつ柔らかいでさ、全然硬いの全くないし、ただやっぱ普段着てるジャケットがね、僕マウンテンパーカーとかノースレスが多いから、やっぱ重たいなっていう感じはしますけども、まあそれも味なんでしょう。このチラッと見える感じね、この僕がオーダーしたところのね、金沢の、石川県金沢市のスカンダのね、まあ、おとじいさんもこれつけてましたよね。これやっぱおしゃれなんよねっていうことで、まあ、ほんまにスカンダの皆さんありがとうございました。またねこれ見てもらって、お意外とルイスレザーいいじゃないのと思ってた感じと、ちょっといいじゃないのと思った方はね、まあ、金沢に旅行がてらにね、スカンダさんに行ってもらえたらなと思います。近くにね、宇宙犬食堂というね、美味しいランチがありますので、ちょっとまあなんていうんですかね、まあ、綺麗な感じではないんやけども、まあ、ちょっと男だけで行こうかとかね、ちょっと激渋な感じだけど行ってみようか言うてね、ランチ食べてみたりだとか、あとまあ辺寿司もうまいんでね、回転寿司行ってみようかとかね、まあそんなんでもいいかなと思うんですけども、いずれにしてもね、まあ、ルイスレザー良かったし、まあ、ルイスとともに金沢の思い出も僕はこれが入るんですよね。だからこのジャケットを見るたびに、あ金沢県で買ったよねと、20万の一番人生で高いジャケットは金沢だったよねということでね、こちらができましたのでご紹介させていただきました。はい、ということでね、まあデメリットとかも言い出したらきりないですよ。めちゃくちゃ重いとかね、雨の日着られへんのがいっぱいあって、なんて僕が普段着てるジャケットの方が安いし機能的やねんけども、まあこれちょっとね、まあクラシックな感じで、まあね、おじいちゃんになっても着れるし、最悪息子できたらこれ息子に譲ったったりもできるかなと思ってね、まあデメリットもあればおすすめのとこもあるんやけども、今日はそんなことで喋る動画じゃないからここで終わりたいなと思います。はい、ということでね、オーダーした時の様子っていうのはまた動画出してると思いますので、そちらこれ上出てるのかな、見てもらえればなというふうに思います。ということで本日はですね、ルイスレザーのオーダーしたやつが届きましたよということでご紹介させていただきました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。